今日のプロフェッショナルシュート公式戦東京後楽園ホール大会、実況席解説は佐藤ルミナさん、猿田洋介選手、そしてコメンテーター田原博さんとともにお届けしています。さあ猿田選手、はい、やはり世界チャンピオンを取ろうとして取れなかった、はい、しかし一つロードトゥーワンで勝利をした清水の戦いぶりですよね。そうですね、この試合すごく注目してて、身長差がすごいじゃないですか、はい、あのパンチが届くのか、精進の方がね、はい、どういう仕掛けがあるのかちょっと楽しみにしてます。175センチ、清水は158センチというプロフィールです。さあルミナさん、はい、これだけの身長差があって、まあ、伝えられるところではグラウンドテクニックに自分の勝ちパターンを見ている精進美希に清水がどう戦うかなんですかね。そうですね、でも、まあ、やっぱパワーは、まあ、圧倒的にこう清水選手がありそうな体型してるんでね、はい、どうなるのかって、まあ、僕も精進選手全然見たことないのでちょっと楽しみですね。 X1 を中心に戦ってベラトールにも出場経験があります。今年3月には金谷とあの VTJ で戦った、あの来日していて金谷とスリーパーで一本勝ちしているというふうに伝えられています。 X1 もね、今すごいレベル高いんで、はい、そこである程度戦績を収めているんで絶対ある程度の強さはあると思いますね。今年9月には沖縄の天海地というプロモーションで戦って、2ラウンドのグラウンドパンチの勝利。あとは田原さん、この清水の飛び込んでのパンチ、はい、ですね。そうですね、の前田からもね、あのパンチで前田が飛び込んでくるところに迎撃しての中で、ね、ね、なんか軽く、ね、ちょこっと当てて倒すんで、それができるかどうかですね、この身長。だって顎高いですもんね。だいぶ当たりましたよ。当てれるんだ。おお、さあこれで清水が距離をつかめたか。さあ猿田選手、はい、まあ、体格のことで言うとあれなんですけど、はい、大きい選手とも戦う機会多いと思うんですが、はい、そうですね、まあ、自分とかこうタックルとかうまく混ぜながら、はい、あの行くんですけども、清水選手も上下あの散らすのすごくうまいですよね、うん、あのローキックだったりとか、はい、まあ、ボディだったりとか、そのフェイントを混ぜながら上を狙っていると思います。さあフェイント蹴りもあるぞ。あとは精進の方がコンタクトしながらグラウンドにどう持っていけるかっていうところもありますよね、サービス選手ね。そうですね、今のところあんまり組の、そうなんですよね、組みに行く展開見せてないですね、はい、清水選手プレッシャーいいですね、出入りもいいし。さあインローを返した精進、おお、左当たった、ちょっと聞いたか、おお、はいはい、左当たります、おお、いいですね、どうします、左やっぱ踏み込み早いからリーチさんも気にならないですね、はい。さあ、あとは倒れる威力を出せるか、右もあります、左から今度は近、長い手足たがってくる、長い腰マウント、さあ残りは1分15、かここからの精進選手の動き見たいですね。おお、清水は付き合いません、出血があります、これどっちだ、精進幹の鼻でしょうかね、または、あ、精進鼻あたりから出て、清水の方は返り死ということなんでしょうか。おー、左消えた、さあ倒れていく、鉄槌、残り50秒、聞いてる、おー、左から精進からダメだ、これはどうだった、ストップ、強い清水清高、1ラウンド決着、打撃の精度が上がってる気がするんですね。上がってるね。
左フックすごかったですね。よかったよかった今よかったよかったっ確かにあのサラダ選手もほとんど情報のない選手とやるときっていうのは、はい、いろんな思いがあるでしょうからね、はい、いやローから崩して、はい、ボディ持ち出してあの飛び込んで左フックすごい良かったですね。かっこいいですやっぱ小さい選手が大きいの大きい選手と合わせたらやっぱりかっこいいですよね。いやこれ最後はちょっと戦意喪失するように後ろ向きで離れたのでレフリーはこれもストップするしかないでしょうね。まあ確かに早いと言われる早いけど、はい、でもまあやや戦意喪失気味ですしね、はい、うん、これで再び何発かもらってってなるとダメージで大きくなりますから。さあ清水は何を語るか。はい、こんばんは。やっぱりコラゲン最高っすね。 KO も最高っす。この後2つやばい試合続くんで、お客さんこのまだまばたき禁止で、自分はまだまだ諦めてないですし、狙う首は1つだけなんで1つ1つ勝ってきます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。見事な勝利、清水選手に今一度大きな拍手をお願いします、はい、まあ、少しホッとしたようなやってやったぜという両方混ざったようなね、はい、淡々と言葉を選んでたようですが、いやでもしっかりね結果を残すってすごく難しいことなんで、はい、本当すごいなと思います。ニューカマーに対してきちんと自分の形で勝負を決めきる、しかも KO という結果を出すというのは、はい、簡単そうに見えて、ま、そうはいかないっていう ね、 そうですね。さあレミナさん、はい、来年20年の清水清田もまだまだいけそうですね。いや全然ですね、もう本当さっきも言ったけどパンチの精度も上がってるし、はい、なんかやっぱ落ち着いてる感がねすごいあるんで、今後がまだまだ楽しみですね。全然強くなるんじゃないですか。田原さん、はい、清水来年やってくれそうですかね。やってほしいですね、はいはい、清水清田がナックアウト勝利でした。